うん、使わんのはもったいないよな。標準タイトルを使う。今回は FCP の標準のタイトル機能を見ていきたいと思います。あまり関心のないように思われる標準のタイトル機能ですが、思っているより表現力があります。 FCP のタイトル作成というと Apple Motion との組み合わせによる強力なものが浮かびますが、今回は FCP だけの標準機能だけによるものを見ていきたいと思います。機能の確認、応用1、応用2の内容で紹介します。機能の確認、基本的な部分を見ていきましょう。当然のようにフォントを変え、サイズを変え、位置も変えれます。その他、トロックシャドウやブロー、縁取りなど一般的な文字のスタイル加工ができます。いわゆるワードプロセッサーでできることですね。縁取りをつけ、その色、幅も変えれます。また 3D での表現もできます。この 3D は擬似的なものではなく、空間を考慮したものです。3D は面ごとに表面を変えることができます。した内容はプリセットとして保存できるので、簡単に呼び出して利用できます。あらかじめ作っておくと便利ですね。応用1、意外と知られていないのですが、1フレーズの中での文字の変更が可能です。ほとんどのパラメーターが個々の文字に使用できます。例えば上のフレーズを再現してみましょう。カスタムを用意して、文字のサイズを変えて、
でもここの文字にプリセット適用できるんですよね。広げましょう。ベースラインも整えて、こんな感じですね。でも一つのフレーズなのでシーケンスアニメーションを簡単につけれます。フレーズをレイアウトしたパターンを作りたいことがあります。そういった時には複合クリップを使うと便利です。まずは個々にフレーズを作っていきます。作ったタイトルたちを複合クリップにまとめます。これで一つのタイトルクリップとして扱えることができます。もちろん内容の変更もできます。まとめ、いかがだったでしょうか。標準機能なので食わず嫌いの方も多いと思います。静止画アプリなどで作成する方も多いかと思いますが、人数のいる業務用途ならともかく、個人での YouTube などでの制作では都合のいいものとなるでしょう。また他のソフトやプラグインを使用しない制作は、作業の他の環境への移行やトラブルによる環境の障害時にも便利です。おまけ、作ったタイトルを他のライブラリに流用する、せっかく作ったタイトルを他のライブラリでも利用したいものです。スタイルはプリセットにすることで簡単に流用できますが、先のような複合クリップを使うものはどうでしょう。いい方法があります。 XML で書き出します。これでイベントごと書き出し、読み込んで流用できます。ライブラリに先ほどの XML を読み込みます。先ほどのイベントが追加されます。ちなみにテキストのプリセットファイルはここにあります。データを1つ、プレビューファイルが2つあります。皆さんのクリエイティブワークのお役に立てれば幸いです。終わり。